はい、皆さんおはようございます。アメリカトラックドライバー鉄です。今朝はサウスキャロライナ側の、ちょうどジョージア州との州境ですねのサウスキャロライナ側の、ラブスですね、町がねフェアプレイという片田舎のラブスから出ました。そしてまずこのフリーウェイを最初に乗ったところがちょうど数分で州境のところですね。で、ウェストバウンドですね。これは、これがですね愛の85号線のウェストバンドに乗ってですね数分経ったところでここを、これが、77号線を、南へ下っていきます。で、この、ちょうど愛の85のとこ降りてですね下道でねお待ちかねの下道です。やはり下道ですのでね味があります。風情がねありますよ。でこれがですね、最果て、お客様のこの荷物を届ける、とうとうやってきましたね。でこの辺から出てですねだいたい90マイル先の南のとこにねありますのでひたすら約2時間かけて2時間もないですね1時間半ぐらいですね。で、そちらまで約ですねオーガスタまでは行かない手前の町、町の名前がですねトムソンという町で、ちょうど愛の20号ですね。そしてその愛の20に差し掛かったところでちょうど、乗ってですね I20 に合流して I の20をイーストバウンドに乗ってですね数分経ったところにトムソンという町あってですねそこに、地図にも載ってますけどねもちろんトムソンという町で、このお荷物を下ろすこととなりますのでね。はい、それでは皆さんこのジョージア州の田舎道の、この道をですね満喫してください。それではご覧ください。はい、皆さんここはですねちょうどハートウェルという田舎町に差し掛かったところですね。でちょうどここが分岐点のね道がいろいろつながってるとこなんですね。ハートウェルです。そしてこのままですね町を通っていくとですねやはりこの何とも言えないね特にこの辺からですねなんかこう小店が出てきたりしてですねこじゃれたような風情がありますね。ここら辺ですねダウンタウンのハートウェルという田舎町です。ジョージア州のやはり味がありますよね。このアメリカの田舎のね感じはこんな感じが多いですよね。なんとなくこうね。でこのまままっすぐ行ってですねこの先をまっすぐ行った先にですね行くと、分かれていくんですね。ここですねここを、右の方にそれていくと77号線ですね。引き続きですね77号に向かっていきますので南下していきますね。やはりこのね田舎町の良さ、ね、この町は、結構ね小切れにしてありましたね。
はい、ここはですねエルバートンという田舎町ですね。でこのここから17号を、左の方へ向かっていきます。でこれがですね、この方向が南の方へ向かっていきますね。
はい、皆さん、ここからはティグナルという町です。そしてよく町の、サインみたいな形でこのタンクがね、なんか貯水タンクみたいなのありますね、丸いのがね、2つね、こういうのがよくねあるんですね、町にね。でなんか昔のこのレンガの建物があったりしてですね、そしてよくこういう右の方のね建物に絵が、古い絵がね書いてありますね、白黒のような。これが昔の様子だったんでしょうね。よくね歴史のあるとこにはこういうのをね、絵を描いたりしてるとこはよく見受けられますね。それも一つのポイントですね、見るポイントですね。でよく田舎町にはよくあるんですけど、こういうね右手にダラージェネラル、黄色い看板ですね。こういうね100円均一ショップがねあるんですよ。これが意外にね、田舎では便利であったりするんですね。っていうのは A to Z でいろんな品が揃ってるんですね。便利なお店です、ダラージェネラル。でこの田舎町ね、ティグナルを過ぎていきますね。こういう街がたくさんあるんですよね、アメリカ中ね。この田舎にもねいっぱい行くとこにあってですね、それがやっぱりこの下道の良さですね。こういう街を見ながら行けるっていうのがね、まあたまたま私がここ通ってこうやって走ったのも、行き先がちょうど下道で行く方が近道でしたしね、ちょうど都合が良かったので走れましたのでね。でぜひねこれ やはり参考になると思いますのでね、もし皆さんがアメリカの田舎でもねこうやって走って旅でもする時にはこうやってまたね、いつも言いますけども下道を通ってね、こういう味のある景色を見ながら通られるとねやはりいいですね。でこの辺から先に行くとですね、木を伐採してるようなね、あの木を集めて、ビジネスをしてるよう、木材加工か何か木をね丸太を切るような感じでね伐採してるエリアがありましたね、左手の方にね。それがこの後映ってるかどうかなんですけどもね。で田舎町をねさらに突き進んできてですね、でこの辺からはですねワシントンという町、田舎町です。そして、17号から78号線にちょうど移り変わるとこですね。この辺からね78号を南下していきます。
はい、荷物を、この近くのトムソンのウェアハウスに下ろしました。そしてその後にこの田舎町トムソンの町を、オートタウントムソンですね、ここを通って、次のねオーガスタの方へ向かっていきます。はい、それでは皆さん、この先は、夕方まで、オーガスタ近郊の、明日の週、集荷先のオーガスタ近郊までラブスまで、進んでそちらで就寝ということに決まりました。いやー、皆さんどうもさっぱりしました。シャワー浴びました。ラブスでまたまた、今日はね、ジョージア州ですね、ジョージア州のオーガスタの近くですね。いや